小柄で幼い雰囲気に、反則的なフォーマンバストで、ウォーホーロリ巨乳の異名を持つ、マリチューこと長澤まりな、22が、3冊目の写真集、ポッチに、小学館を発売。調べ取材班も写真集発売記念イベントに訪れ、作品の出来を聞いてきた。念願のハワイで撮影写真集は3月にハワイで撮影されたものらしく、本当に最高でした。グラビアのおつかまつ、とでハワイに行くっていうのを目標にしてたので、行くことができて本当に嬉しいです、と開口一番に喜びを表す。作品のコンセプトとしては、長澤のロリエロを最大限にこの本にぶつけようと思って、最高の中身にしようと大人たちと話し合って、と彼女の魅力をギュギュッと濃縮したとのこと。初めてリボンで縛られたお気に入りのカットを聞くと、リボンのページがすごい好きで、リボンでラッピングされちゃって、なぜか、いけない気持ちになりません。と逆に問いかけられてしまった。リボンで縛られるのは初めてだったとのことで、ちょっと恥ずかしかったですね。でも初めての経験で楽しかったです。と振り返る。また、かなり珍しいシチュエーションであるため、多分私以外やったことないじゃないかな。挑戦者求むって感じです。とにやり。熊とあんなことやそんなことを、最もセクシーなカットを聞くと、いっぱいあるんですよ。特選しながらも、熊のぬいぐるみと一緒に撮った、カットをあげた。これ最高にエロいんじゃないかな。熊とあんなことやそんなことを楽しんでいると思うので、と教えてくれたが、どんな内容なのかがややイメージしにくい。そこで、レポーターが内容を確認し伝えてくれる流れになったが、おお、どう説明して、いいかわからない、とまさかのよりどんなカットか気になってしまう結果に。ただ一つ言えることは、かなりセクシーであるのは確からしい。人気グラドル3人で雀荘へ近況について尋ねると、麻雀を最近頑張っていて、雀荘とかにもよく参上しています、と意外すぎる一面を披露。また、昨日も渋谷の雀荘で、鈴木文奈さんと倉持ゆかさんと一緒に勉強会をしました、と美女が3人で雀荘を訪れたことを明かす。ちなみに、彼女が麻雀を始めたきっかけは、麻雀を題材とした映画、ドラマ、サキサキに出演したことらしい。結果として、今年からは麻雀番組のアシスタントを務めることにもつながったそうだ。そんなグラビア以外の活動も目覚ましい彼女、今後の活躍にも注目だ。長澤まりな、長澤まりな、1995年10月8日生まれ、T153、B82、F カップ、W52、H83、埼玉県出身、血液型、O 型。合わせて読みたい、長澤まりな、22、の、初めての女児服、姿が違和感なさすぎると話題に、文、調べ編集部、捨て3撮影、ヒーロー。